さすがにこれは絶対に地上波では乗らないなと思って、それは5億が2000億円になるんだったらですね、総務省のこの間までトップだったのが嵐の、あのね、相談に行く前になんかさっきちょっとコメントに流れたやつで雑談なんですけども、そうそう思ったんですけども、ジャニーズ問題ですかに関して何か言うかなっていうコメントがあってですね、それに関してなんか俺話すことあるかなと思ったんですけども、あのジャニーズ問題ってですね、なんかまあ多分いろいろな人が、言ったり話したりしてるみたいなんですけど、僕があの一番ほーって思ったのは、サッキーの部屋っていうですね YouTuber 知ってますか、サッキーの部屋というですね YouTuber の人がいてですね、その人が語ってたのが面白かったんですね。ホリエモンのやつも見たんですよ。ホリエモンのやつはよくあるあのこういう忖度が働いてるからタレントが使えなくなるからみたいなのの、まあ、延長線上だったんですけど、さっきの部屋のやつはですね、なんかそこより一段深くてですね、テレビ業界で言われてる噂というかの話としてですね、あのまずテレビ業界というのは一体何に気を使っているのか、忖度するっていうのは何に忖度してるのかっていう、この視点が違ってて面白いんですよね。でそこで話してたのが、あのテレビのですね電波量っていうのは実は各民放ともですねすごい優遇されてると、総務省から電波量を5億円しか払ってないと。でこれがあの携帯のですね、あの、まあ、その会社とかはですね電波量みんなそれぞれ年間ですね1000億円ぐらい払ってるのに、本来それぐらい払わなきゃいけないのに、テレビ局は5億円ぐらいしか払ってない。でその5億円ぐらいしか払ってない電波料を CM とかでですね2000億円ぐらいで売ってると。5億のものを2000億円で売ってるから、それはテレビ局が儲かるに決まってると。でこれを5億円にしてくれてるのは、テレビは公共の電波ですから5億円にしましょうということで、総務省が格安で売ってくれてるんだと。でその総務省のですね、あの総務省ですね、総務省のこの間までトップだったのが嵐の桜井くんのパパだったという話をしててですねまあこの辺でその総務省に対する気配りというのが一番あるから、でその嵐の桜井くんのパパもまあそのトップをもう外れて、でその後電通に入って電通の副社長になって、でそれももう辞めたみたいだから、だからこういうのが今ようやっと取り上げられるようになってんじゃないかっていうのを、まあ、詳しくはさっきさんの YouTube を見てください。それがですね、僕が見てる中で一番面白かったです。本当らしいかどうかというより、僕はこう面白かったかどうかしか話してないんですけどもですね。そこはですね、視点が、ホリエモンもここを掘るべきだったと思うんですけどもですね。そこが面白かった。それは5億が2000億円になるんだったらですね、でそこでですね、なんかこのじゃあ電波料引き上げられて他の諸外国ですか、日本と中国と北朝鮮以外は全部電波オークション制度っていうのを取っててこんなバカみたいに安い値段で売ってないそうなんですけど、ここの利権があるからっていうのは言ってましたよね。なんかあのさすがにこれは絶対に地上波では乗らないなと思って面白かったです。俺あの声優の事務所やったら、恋人なんか作ったら声優引退ねってはっきり言うな。で声優は人間じゃねえよと、あのアイドルは人間じゃねえよ、それを承知でこの協会に入って、それを承知でお前は栄光を掴むんだろうっていう、っていうふうに俺はっきり言うけどな。だから秋元さんの AKB48 は恋愛禁止っていうのもすごいよくわかる。だってなんだろうな、それは等価交換というやつではないのですか、あの鋼の錬金術師というところの、つまりもちろん美しく生まれたっていうのは才能だし、なんだろうな、カリスマ性とかもあるだろうし、声優として一生懸命やってるっていうのもあるんだけども、そういう実力派とかそういうのと一段違うところに人気声優っていう世界があるわけでしょ。で歌手もあの歌を歌うだけだったら別にニコ生で歌ってみたでもいいはずだし、カラオケで上手い人でもいいはずじゃない、別に普段スーパーで働いてて歌がすごく上手いんだでもいいはずなんだよ。でもそれをプロにして、なんだろうな、仕事にしてっていうふうなことで何か人と違う人生歩もうと思ったら、そこはなんか差し出すものがあって当然だと俺は思ってるんだけどな。で彼氏とか恋愛とかが発覚したら人気がなくなるから恋愛しちゃいけないっていうのはもう実に当たり前の縛りだと思うんだけどな。でも芸能人はあんまり騒がれない、それはね売れ方の差だと思う、商品の差だと思うな。例えばさ、
俺とかさ、東さんとかさ、宇野くんとかってさ、まあ多分同じような同業者界隈だと思うんだけども、それがいい加減なこと言ったらネットで散々叩かれるじゃん。でも同じぐらいのメジャーさを持っていて発言してる人でも叩かれない人もいる。それは住んでるカテゴリーとかジャンルの差だと思ってるんだよな。でそんなことにいちいち目くじら立てて言うのが大人げない。それを承知で入ってきたんだから、その件に関しては文句言うなっていうのと同じで、うん、女優さんだったら俳優だったら一般の芸能人だったら許されるのに、なんで声優だけ許されないのかって言ったら、でもそれを承知で声優になったんだろうっていうふうに思っちゃうんだけどね。なんかそこら辺はおっさんなのかな、声優ってそんなに叩くのは一部だけだと思うんだ。声優に対しては本当に叩くのが一部だけだったらもっと叩く人浮くと思うんだよね。叩いてるのは一部なんだけども、叩いてることに対して心の中でやむを得ないなとか同調しちゃうよなとか、俺だって彼女のことを叩きたいわけじゃないんだけど悔しくなって叩いちゃう気持ちわかるよなっていう人がかなりいるからこそ、そういう事件というかそういう状況だと思うんだよな。うん、だからその意味ではね、声優だけが今生き残ってるアイドルなんで、でもアイドルたちってもうすでにアイドルじゃないと思うんだよね。スターって言ってもいいかもわかんない。あの昔昭和の時代の初期の頃ってスターっていう生き方があってさ、錦野明とか言われる、あのスターでも何でもない、スターっていうのは何かっていうとなんだかわからないんだけどすごい人であって、その人が触れたものは奇跡が起こるぐらい素晴らしくて、で問答無用で応援するしかなくて一般人には手が届かないものというふうなものがある。でそういう人から問答無用の尊敬とか敬愛を受ける人は問答無用の侮蔑とか問答無用の差別を同時に受けるのが当たり前なんだ。問答無用の尊敬とか問答無用の愛情に対しては問答無用の軽蔑とか問答無用の憎悪が必ずついて回る。これを仮と、まあ貸しと仮みたいなもんだよね。それらを平和に融合して引退する人もいるよ。だから加山雄三とかさ、そういう一時代の石原裕次郎とか、そういうのスターみたいな人が、スターの人がうまく融合させながら引退する人もいるんだけども、でもその絶頂期の人気があればあるほど叩かれるのはなんかしょうがないと俺は思っちゃうよな。宗教じゃん。AV 以上も一緒。ファンの目が覚めるまで。自覚がなさすぎなんだよな。ところがさ、さあこの俺のスター論とかさ、いやアイドルだから声優なんだからスターなんだから仕方がないよなっていうのは、俺の立場と俺のこの年齢だから出てくる言葉であって、まあ絶対的な正義ではないわけだよな。で今普通の中学生の女の子ぐらいが声優になりたいと思ったら、声優である限りにはファンが応援してくれる限りには、あの恋愛なんかしませんとかやりませんって言う子もいるだろうし、その時には本気で信じてるだろうけども、それが20歳とか22、3ぐらいになったら、これをどこまでバカみたいに本気で守るのかということで虚しくなる気持ちがわからんでもないと思わない？その俺たちはすでにその声優の女の子、声優志望の女の子が悩む年齢の18、19、20、22、23っていうふうに今言ったよね。それぐらいの年齢からもうずっと大人になってるじゃん。そしたら俺たちが声優を見るときって、声優という職業を見るんではなくて、なんだろうな、二十歳前後の一人の女の子っていうのを見る目線で見るっていう方法もあるじゃん。そういうふうに見たら、確かに中学とか高校の時にはそういうふうに決意して業界に入ってきたんだけど、でもいくらなんでもずっと恋愛もしなくて、好きな人がいるんだけどもそれを抑えてっていうわけにいかないっていうふうに思っちゃうのもわかる。だから、その時は、その分のファンが減るのを覚悟で、まあ、発表するのがいいと思うっていうふうに考えちゃう。だから、声優事務所にしてみたらなんだろうな、発表したくないんだろうけども、どっか、年に2回ぐらい、声優実は恋愛してました祭りみたいな、絵じゃないかイベントを企画して、もうここでは一斉にいろんな声優のことを暴露しますっていうのが1月と8月にあるんだよ、イベントが。でそこのイベントに来たら、すいません付き合ってましたと、すいません好きな人がいますと、次々と人気声優が出てきて謝るっていうイベントを作っちゃったらいいんじゃないかなと。で
大事なのはそれをもうオープンにやることなんだ。個別にバラバラでやるとそれで自殺しちゃうとかそういうようなことがあるかも分かんないんだけども、そういうイベントでやってしまったら、そしたらもう俺だったら死んでやるというやつがいたら周りの人間が止めるじゃん。そしたら周りの人間が止める瞬間に死んでやるという気持ちも分かるし、止めるやつの気持ちも分かるということで、ファンの連帯がそこで正しく作動すると思うんだよな。今みたいにネットがあって人々が実は肉体的には断絶されてるんだけども、情報的には密接につながってるという時には、一人の人間の過剰な発言、じゃあそんな声優死ねよとか俺が死んでやるっていうふうなものが流通されやすいし、それがどこまで一般性があるのか、それがどこまで異常なものなのかっていうのはすごい分かりにくくなっちゃうんだよな。せめて年1回で。そうだよね、これ、うん、須田さんがやりゃいいんじゃないのニコ生でいろんな声優事務所にカミングアウトイベントを年に2回やりませんかって言って、こうだってあのコメントで書いてあるよ、司会は南海キャンディーズの山ちゃんでって書いてあるからベストだと思うんだよね、南キャンの山ちゃんっていうの山ちゃん司会で声優カミングアウトイベントそう、視聴者数絶対50万人超えると思うんだ超えるけど超えるけどけどで、その中に黒田くん入れて、で本人が今日来ませんけど実はあいつ付き合ってますっていう暴露イベントやって、で声優事務所の方にもう黒田探偵が調べましたから、あの自分で言わないんだったら黒田君が言いますよっていう脅しをかけてひどいね、そこまでやっちゃったらダメだ、どんどん暴露イベントになっていくなんか年に2回そういうアイドルから人間の世界を降りてくるみたいな宣言大会というようなイベントやってあげればいいんじゃないのかな。黒いなーって書いてるけど、黒いかまたここに吉田光の嫌な名前が事務所訴訟も辞さぬ、訴訟も辞さぬ、そうなるかも分かんないな。でも、ガス抜きはさ必要だよなと思うんだけどな。黒いとしよう今日黒い、黒い誰が得するのかだよな。あのね、誰が得するのかじゃなくて、被害が最低限で済むっていう形だよな。その意味では、社会的インフラとかあと、生命保険に近いようなことで、こういうガス抜きを年に2回ぐらいやっておくとクライシスが来ずに済む。でそのクライシスがせめてみんなで共有する心が痛いイベントが年間2回あるよねと、夏とか冬にはコミケもあって盛り上がるけども、毎年2回声優さんが実は付き合ってましたとか、実はもうハゲてますとか、実はもう結婚しましたとか、いろんな宣言をするという、そういうなんかもうイベントもありますよっていうふうにやっちゃえばいいと思うんだよ。そしたら普通の人もそれに乗っかればいいじゃん。普通の人もクラスの中のアイドルの女の子が実は付き合ってる人がいましたってやつも、みんな日付合わせて8月の15日とかに一斉にやればもう一つの終戦記念日みたいなことでやっちゃえばいいんじゃないのか僕はあの有名人には人権がないと思ってるし、あの人権がないのが当たり前だと思ってますね。だから有名人とか著名人の人が、あの僕たちだって人間なんですというのに関してはちょっと僕は違うね。僕は自分自身の人権に関しても制限されて当たり前だと思ってるし、何でしょうね、人様より目立って人様から注目を受けて発言を聞いてもらえて、それによってある程度の生活を保障されたり、人によってはものすごいいい生活を保障されてるわけでしょ。でそういう人らが恋愛とか何のもかも自由っていうフルセットっていうのはね、なんか僕にしてみればそれはわがままだよっていうふうに思うけどね。なんかそこで特別扱いを求める気持ちはわかるけども、少なくとも僕はユーザーの一人一人に許しはしないし、同様に自分もその自分自身の知名度に対して、あら当たり前だけども、なんかそこら辺は言われてもしょうがないと思うから、だからなんかネットで死ねとか書かれても、まあなんかへこんだり傷ついたりするけどもやめてくれよとか、そんなことするのは間違ってるとかってあんまり俺言わないじゃん。それはなんでかっていうと、それをされる対価として今みたいな、なんか生活とか、生活といってもそんなに実はね、前も言った通り俺は月収33万の男だからさいいわけじゃないんだけども、こういうふうなところでみんな話聞いてもらえるっていうのがあると思うから、なので
AKB48 恋愛禁止ってのはそんなもん当たり前だと思うな。あの逆に恋愛許してくれとか私たちも人間だっていうふうに言ったらもう全員坊主だよ。そんなこと言うやつこそ全員坊主それも半分だけ坊主だよ。で全員なんかミドルネームにハンガリーって入れろって言うよ。最後までありがとう。チャンネル登録してってね。